カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故。カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故。カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故は、1966年昭和41年3月4日に、香港発東京経由、バンクーバー行きのカナダ太平洋航空42便が、東京国際空港、通称、 羽田空港への着陸直前に墜落した航空事故。なお、同事故の1ヶ月前には全日空羽田沖墜落事故が発生しており、翌日には英国海外航空機空中分解事故が発生したため本社会に大きな衝撃を与えた。カナダ太平洋航空 CB a r 現在のエアカナダの前身の一つ402便、ダグラス DC-8 から43。 機体記号 CFCPK1965 年製造は香港発東京、羽田空港とブリティッシュコロンビア州バンクーバー、メキシコシティを経由して、ブエノスアイレス行きという艦隊併用、航空路線として運航していた。当時この路線は週2便運航されていた。なお402便の操縦乗員はいずれも50歳代で経験豊富であった。3月2日から、 日本各地は濃霧に覆われており、陸海空の交通機関が麻痺に陥っていた。事故当日の午後4時ごろから、羽田空港周辺にも濃霧が広がり、視界不良のため国内線の運行がほぼストップした。羽田空港へ着陸する国際線到着便も、板付飛行場、福岡空港などへの代替着陸、ダイバートや出発見合わせを余儀なくされており、 夜になっても視界が良くならなかったため、ほとんどの便が羽田空港への着陸を断念していた。402便は日本時間の16時14分に香港系徳空港を離陸し、19時8分に着陸へ向け降下を開始したが、悪天候のため14000フィート、約4200メートル付近で空中待機することとなった。19時42分に乗務員は、 15分以内に天候回復しない場合、代替空港としていた台北、台北松山空港に着陸することを決定した。ここで完成が視界が2400フィート、約720メートルまで回復したことを伝え、402便は3000フィート、約900メートルまで降下したものの、天候は再び悪化し、乗務員は台北への代替着陸を決定した。実際、 機長はそのことを乗客にも直接アナウンスしていた。さらに20時5分、402便が1万1500フィート、約3750メートル付近まで上昇していた。頃に管は、視界が3000フィート、約900メートルほどまで回復したことを伝え、再度 QC 滑走路の 33R へ侵入する、ことを認めた。これにより402便は一度断念した。 羽田空港への着陸を再度行うことを決する。事故当時の旧シーカス走路の ILS は定期検査待ちのため電波は発信していたものの、正式運用はしておらず、402便は地上誘導着陸方式により侵入した。この方式は自動着陸や軽機飛行ではなく、地上レーダーに基づいた方位、高度の指示を管制官が口頭で伝達する方式で、 操縦は乗務員がマニュアルで行わなければならなかった。着陸直前になって管制官の指示よりも高度が下がり始めたため、管制官はすぐに水平飛行する胸の警告を与えたが、パイロットは滑走路の通過を減行するように要求するのみで降下を続けた。そのためパイロットは着地後の機体制御に関心が向いていたものと見られている。 その直後の20時15分に402便は、右出脚を侵入島に接触させ、侵入島を次々に破壊しながら進行し護岸に、衝突、機体は激しく大破し炎上した。この事故で、運航乗務員3名、客室乗務員7名、乗客62名の合わせて72名のうち、乗務員全員と、乗客54名の合わせて64名、うち日本人5名が死亡し、 乗客8名が救出された。乗客の中には、ドイツ人乗客のようにほぼ無傷で脱出した者もいた。ため、事故の衝撃ではなく、火災に巻き込まれて犠牲になった者が多数であったと、言われている。生存者は激突の衝撃で大きく避けた、主翼付近の胴体から脱出したという。また、事故直後に、空港の消防隊が出動し消火活動を、 行ったが、機体は尾翼を残して全焼し、滑走路には、機体の残骸とともに、犠牲者の無残な遺体が散乱していたという。なお、前述のドイツ人は母国への帰国は、航空便ではなく船便を利用したという。また、事故の翌日には、英国海外航空911便が、富士山陸に墜落する事故が発生したが、事故現場の取材をしていた。 NHK のカメラマンが偶然402便の残骸の横を離陸する911便の最後の姿を映しており、これが全世界に配信された。同便も、ノームのため4日のホノルル発羽田行きの工程を変更して福岡空港にダイバートし5日に羽田に到着したものであった。同期はボイスレコーダーやフライトレコーダーは 住んでいなかったが、事故調査委員会は、羽田空港のレーダー記録と無線更新の正門分析を行うことにより、事故原因を分析した。その過程で乗員がフランス系カナダ人であったための鉛の影響などで、管制官にその意図がはっきり伝わらなかった点も明らかになった。調査委員会の結論では、事故の原因は操縦乗員が、 このような悪天候で着陸しようとしたためとされた。また侵入の最終段階になって低高度となったのは、パイロットが早く滑走路を視認するために意図的に高度を下げたものと見られていたが、無線通信の分析により、乗員がそうした意図を持っていたことが分かり、主要な事故要因として指摘された。なお402便の高度があと30センチメートル高ければ、侵入島に接触しなかったと言われる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。